成果を選んで、エアレイダー、ウィングダイ、レン、武器を選んでください。レンジャーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。レンジャーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。レンジャーは2つまで装備することができます。出撃します。フォーリナーの輸送船団だ。8年の厳しい訓練を受けたんだ。あの橋を確保しろ。攻撃しろ。作戦通りにやれ。了解。弾丸をくれてやる。穴だらけにしてやるぜ。通過する。谷間に潜み輸送船を待ち構えろ。上空を通過するときがチャンスだ。下からの攻撃で輸送船を破壊するんだ。
ができる。了解しました。射撃を撃った。来てよ相棒。ゆりの進むな。納得できないな。こっち行きます。攻撃しろ。どうさっとしないで。来てから撃って。かかってる。この距離では効果が薄い。待て、ゲッサー。せっかくは攻撃しよう。さあ、ゲッサー。進路上に機構部隊が展開。まもなく迎撃作戦が始まります。30機以上のリガルト M2 が出ているはずだ。凄まじい戦いになるぞ。空爆もすでに発進。空爆も始まります。やっほー。俺がお前らを無駄弾を撃つな。
させてください。攻撃しろ。新型歩行マシンの情報が入りました。どうやら防御スクリーンを展開できるようです。武装は確認できません。防御スクリーンを運搬する輸送用マシンと思われます。輸送マシンにこれだけの機械を入れる。ミドルと M2 の攻撃、そして空爆さえも防がれました。ミドルは防御スクリーンで守られ、戦いは一方的なものとなりました。他の兵器を守るために運用されるマシンか。厄介な相手だ。以後この敵をシールドベアラーと呼称する。陛下ウィンエアールフェンス、武器を選んでください。フェンス、武器を選んでください。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。武器を選んでください。フェンサーは4つまで装備することができます。出撃します。こちらフェンサー、クリーンは目の前に到着した。敵の新型歩行メタをシールドベアラーと呼称する。防御スクリーンを突破し、シールドベアラーを破壊せよ。物体が巨大であれば、たとえゆっくり動いていても、その運動エネルギーによって防御スクリーンの影響を受ける。だが人間の大きさなら歩いて通過することができるはずだ。防御スクリーンを突入する。行くぞ。防御スクリーンを変えた人類は俺たちだ。廃墟だぞ。緊急警告、空軍が爆撃を開始します。敵から離れてください。シールドベアラーを撃て。シールドベアラーの破壊に成功。よし、この戦闘は有効だ。人類は防御スクリーンを破れるぞ。2017年の戦いでフォーリナーに防御スクリーン技術があることは分かっていた。マザーシップが広範囲に壁を展開したことは予想外だったが、局地戦に投入されるのは想定済みだ。フェンサーの装備はこの時のためにある。空爆始まります。防御スクリーンは破れない。空軍は意地になっているようだな。空爆は要請した時だけにしてほしいものだ。Yeah.
人類に勝ち目はない。この戦いに勝たなければ、いつか人類はフォーリナーに屈することになる。絶対に勝て。緊急警告、空爆が始まります。シールドベアラーから離れてください。爆撃が始まります。こちらポーターズ、ビーグル投下地点に向かいます。ベクトルの攻撃は防御スクリーンを超えてくるぞ。こっちのダマラケットをやるのかよ。攻撃が始まれる。これだったら足は逃げろ。通過しようとする物体が自分が発射したものかどうかを検知し動作を変えているのだ。なんという科学力だ。シールドベアラーが作戦エリアに侵入。シールドベアラーの進行方向にヘクトルを確認。いかん、シールドベアラーはヘクトルと合流するつもりだ。防御スクリーンを超えられるのならシールドベアラー自体は恐れるに足らない。しかしひとたび他の兵器の護衛役となれば。シールドベアラーはヘクトルの護衛役として機能するマシンに違いない。ヘクトルと合流する前にシールドベアラーを破壊しろ。武器を選んでください。エアレーダーは2つまで装備可能。武器を選んでください。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビーグルを1種類選択できます。武器を選んでください。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビーグルを1種類選択できます。出撃します。レンジャーナインが退却の許可を求めています。どっちに行くのよ。撤退は認めない。新たな部隊を投入した。敵を押し返せ。こちらウィングダイバー、目標地点に到着しました。ここにいていいのかよ。撃たせてください。レンジャーナインはまだ車交代しよう。ジョーダはまだ本部に指示を仰げ。俺たちの強さを見せてやろうぜ。こちらから目標地点を反撃した。いいだ、いないのか。この強さの指示を頼む。守ってるぞ。誰か指揮を取ってくれ。やられました。撃ち取らないで。敵はいない。敵を探そう。やられました。くそ、向かってきます。くそ、敵の反応は検知できています。やられました。Yeah.
死ぬ。努力だ。危険が多い。巨大生物と同じ大地にいるよりは出力だと。